にちは、お気楽屋の着物着方教室、佐久間です。今日はお文庫結びの応用編、花いかだという結び方をやってみますね。ご用意いただくものはいつもと同じです。このように後ろまで続いている帯板です。クリップが一つ、半幅帯ご用意ください。今日の花いかだはいつもの帯よりも少し長いものを使っていきます。どれぐらいかなっていうと、4メーターから4メーター50センチ、長いものをご用意ください。まずクリップをいつも通り帯板の真ん中に留めていきます。手先の長さを測っていきましょう。もう皆さん55センチを測ってみられたでしょうか。一度だけで結構ですので、メジャーで55センチ測ってみてください。55センチのとこをこのように左の指でつまみます。右手をしっかり伸ばしたら、55センチの位置がご自分のどこに来るかなっていうのを確認してください。私の55センチはここです。55センチのとこを左手で押さえたまま前に持ってきます。右手も一緒に押さえましょう。今日結びます花いかだ、ここから手と手と半足していきます。足したとこを真ん中のクリップで留めます。右手に短い方が来てるはずですので、折り上げて肩に担ぎましょう。右手は軽くお腹を押さえて、左手お袖を扱います。左手は帯の上を持って背中に回していきます。このような感じです。右手が迎えに行ったら、その場でご自分が回ってください。これで自然に帯は体に巻きついてきます。1回目の引き締めです。左手は帯の上、右手は手先の外側、キュッと締めましょう。これで軽い力で引き締めることができます。右手はもう一度お腹を押さえて、左手お袖を扱います。もう一度回していきます。左手背中、右手が迎えに行く、自分が回るです。2回目の引き締めは、右手は右脇帯の下、手にこのようにかぶせておきます。左手は帯の下をたどって後ろに行きましょう。帯は2周巻いてますので、内側の1枚だけをつまんでください。右手脇に開いたら引き締めです。横にじわーっと引っ張って、1、2と揺すりましょう。左手を離したら、右脇まで帯の上を迎えに行ってください。帯の上はこのように折れやすいですから、折れないように右脇帯を迎えに行って、左脇まで巻いていきましょう。右手で手先を下ろしたら、真ん中のクリップ出てきますので右手で取ります。半幅帯の時は必ず右脇下を全部止めてください。ここですね。このように止めると、手を離しても帯が落ちることがありません。手先の処理をしていきます。手先を下から頂戴します。頂戴っていうのは、4本の指が下、親指が上から添えて持ってください。左の胸の前まで移動したら、右手が上、左手が下でひっくり返しましょう。一番上、帯が絡んでますから、ここきれいに開きます。開いたら、元から20センチ先に手が移動して、左から上に重ねて半分折りです。右手で耳を揃えながら、ギリギリ上まで上がっていきましょう。一番上、折りきれなかったとこがこのように残りますので、左手の親指で帯板と帯の間に押し込んでください。こうすることで、手先がこのようにきれいに処理ができます。次は右脇に垂れ下がってる垂れの処理です。右手で帯の上を持って、体の正面まで持ってきます。一旦開いたら、その下を左手で持ちます。前回お文庫結びでもやりましたけども、1回だけ折り上げると、中心に持ってってお文庫を上げた時に右脇のたるみが出てきます。時間とともに、このたるみが下に降りてきて、蝶々結びが低い結びになってしまいますので、お気楽屋の着方教室、ここで2回折り上げていきます。右手で帯の上をたどって正面に来たら、一旦開きます。
の下を左手、左手が右の方に上がってきて、内側にこのように斜めの線ができますので、斜めの線を利用してもう一回上に折り上げてください。2回折り上げます。文庫は手先結び、手先を上に重ねる結び方です。手先を上に乗せたら、ここで普通に1回結びましょう。2回折り上げることで、結び目はこのように帯の上に乗ってくれます。ここからは今まで皆さんがされてる蝶々結び、これを帯だと思わないでリボンだと思ってください。蝶々結びをしていきます。上にある手先は肩に担いでおきます。下になったタレの方で羽を作っていきましょう。タレは右脇の方に向いて作っていきます。ここでお羽を作っていきます。真ん中に山、端と端を折り上げて、自分の身幅、脇ぐらいの長さの羽を作ります。手先を上から重ねたらリボン結びです。手先を全部抜き切らないでラッピングなんかにする蝶々結びですよ。普通の蝶々結びを作りましょう。このような状態になってます。左側、長い帯ですからタレが長く残ってると思います。この長さはご自分の帯の長さによって変わってきます。私の今日の帯は4メーターの帯ですから、これぐらい残ってます。タレ先です。先っちょを下から結び目の奥に入れてください。下から抜き上げてきます。どれぐらい抜き上げるかって言ったら、だいたい一手半ぐらいです。ここがあんまり長すぎると不格好になってきますので、くれぐれも注意してくださいね。抜いてくる長さは一手半にしておきます。今抜いたもの、このままではちょっと見づらくなりますので、くるくるくるっと手前に巻いて帯の上に預けておきます。下の足の長さ、リボン結びの蝶々結びの足の長さ確認してみてください。私の4メーターの帯でこれぐらい違うんですね。わかりますかね。右の足と左の輪になった足の方、長さを揃えるために左側の余りをぐーっと中に入れ込んでいきます。入れ込んだとこを右手で握ります。左手は左脇、帯と帯の間です。親指を入れましょう。その指が体の正面になったら見てください。内側が帯板になります。帯板と帯の間に今握ってる右手の余りを差し込みます。差し込んだら帯の上、必ず物を入れると下に下がってきますので、帯の上を2センチぐらい折って軽くお腹を叩いてください。しっかり入れたらこんな感じですよね。上手にできる方もいらっしゃいますけども、最初はこのように右と左の足の長さが違ってくるんですね。ここで慌てずに短い方、入れたとこを静かに少しずつ引き出して、右と左の足の長さを揃えてください。上に上げた、くるくるっと回したとこ、前に下ろしていきましょう。リボンの形、ここで綺麗に作っていきます。体に沿わせても可愛いですし、前に出るようにこのように立体的にされても可愛いです。どちらが今日の着物に似合うかな、自分で見ながら形を作っていきましょう。これで花いかだの形ができました。回す前に必ず右脇下のクリップを取ってください。これがあると回りませんよ。では回していきます。右のお袖を上げたら左脇です。いつも回すときここで回りにくいです。みんな回らないよって言いますけど、ふうふう上げていきましょう。両手で真上に少し持ち上げると空気が入って回りやすくなります。
後ろに回したら手で確認です。リボンの要、中心が背骨に来てるかなって確認をしてください。これで花いかだ出来上がりです。この結び方も後からこのように三部紐、帯留めなどを入れられても可愛く出来上がりますので、皆さんやってみてくださいね。また次回お楽しみください。お気楽屋の着方教室でした。